岡県太宰府市にある F コープの支所です。この日も朝から食料品を車に積み込む作業が行われていました。普段よりもですね、やはりそのご利用いただいている組合員数だとかですね、一人当たりの利用点数というところがですね、少し高くなってきているかなというふうなイメージはあります。冷凍食品なんかを中心にですね、結構増えてきているな。新型コロナの感染拡大に加え、夏休み中ということもあり、生鮮食品のほかに日持ちする冷凍食品の需要が高まっているということです。消費者の暮らしを支える宅配サービスを途切れさせないため、仕分けや配達を担当するスタッフも十分な感染対策を取りながら業務に当たっています。自分たち自身もここの事業を継続するという意味でも、事業所内でそういうふうなコロナウイルスのところの感染拡大というところを防止するために、しっかりと予防というふうなところをしながら、やっぱり地域に必要とされる存在でありたいと。一方、感染して自宅療養する人たちを支援するこんなサービスも注目されています。こちらで運んでもらえるのは医薬品です。症状に合わせて必要なものを注文することができます。24都道府県にある40の配達エリアでサービスを展開するボルト。ありがとうございます。インターネットで注文を受けてからおおむね30分以内で自宅まで商品を配送します。主に作りたての料理や食料品を扱っていましたが、新型コロナの感染第7波が拡大して以降、注文が急増したのが医薬品や自宅療養に必要な品々です。解熱剤であったり、あとは冷却ジェルシートだったり、ゼリーといったような商品、また保存の効く即席麺というような、自宅療養中に消費されるような商品の売り上げが倍増しておりますし、スポーツドリンクについては3倍の売り上げまで拡大しているような状況です。ウォルトはこうした需要の変化を受けて、注文サイトに自宅療養者向けのカテゴリーを新たに作りました。この日々社会の情勢が変わる中で、どんな商品が検索されていてニーズがあるのかというところを踏まえながら、パートナーさんと一緒に商品の選定をして、タイムリーに必要な商品を提供するといったようなことを実際に行っております。急速に拡大した感染第7波が宅配サービス業界にもニーズの変化をもたらしています。